キャラクターが浮遊したまま帰ってこないという不具合。これ終始で対処ですね、これね。さあ、死にかけさんと夢かさんお願いします。死にかけさんと夢かさんお願いします。じゃあ手を挙げていただいていいですか。さあ、死にかけさん、あちらですね。じゃあじゃんけんを、してください。死にかけさんが 2P 側ですね。じゃあ死にかけさんは先にキャラクターを選んでください。で、クレジット足りてる、クレジット足りてるかな、クレジット足りてるかな、大丈夫、まだいいかな。さあ 2P 側死にかけさん、 1P 側ゆめかさんですね。はい、でこれが終わったら自演対山。おすごい組み合わせ。あ、足りてなかった。おっと、クレジット足りてるという発言はどこへ。さあ、この2ダッシュレインボー、クレジットを手動で追加しております。さあ、 1P 側ゆめかさん、2P 側死にかけさんがザンギエフ。おっと、さあ始まった。さあ、ここでどういう立ち回りを見せていくか。ザンギエフとしてはやはりこう飛び道具苦しいですんで、おっとガブできず。さあどうする、ワープをうまく使っていきたいが、ワープが出ない、ワープが出ない、ワープが出ないんだ。歩けばいいじゃない、ブレーンバスター。さあ歩いていく。さあ、ワープが出ないが、ラリアット、ワープが出ない、苦しい。さあ、ワープは同時離しというコマンドです。さあ、ここでイザが入って転がっていく。ラリアットに払って空中に逃れるが、さあ、置き攻めが始まる。バルドグのローリング、ここでダイヤシア払って、さあ、置き攻め開始。逆に投げを見舞っていった。そして2000人超えました。さあ、それでは、ジエン VS 山さんお願いします。そう、さっきレッドブルをね、ちょっとアジさんにいただいたんで、レッドブル追加しとこうかな。さあ、このゲーム注目度が非常に高まっております。そしてベガ様の強さも高まっております。ベガ様のステージまで行くと本当に処理が早くて楽ですよね。大会の運営に非常に協力的なシャトルーの総帥ベガ様ね、我々グミンどものためにこうやってあと一つスタートボタンを押せばね、よかったんですけどね。さあ、それではちょっと僕も、レッドオイルで翼を授かりたいと思います。さあ、そしてワンピー側のヤマさんはモクサーバルローグのマイクバイソン、一方ツーピー側ジエン。さあ、ジエンを成し遂げたい。さあ、開幕どうなる。おっと、空中に浮かんでいるが、ソニックブーム、ソニックブーム、これはいやー、体力全部ソニックで削ってもらったおかげで、その間にレッドブル一缶飲み干しましたね。いやー、楽でいいわ。さあ、ソニックブーム殴っていく。ソニックブームにはこれだ、バイソンのパンチ。おっと、相打ち、これはどうなる。さあ、弾幕が来るぞ。ソニック処理落ちに負けず、ソニック打っている。飛び込んでからの、おーっと3段ミスってもフォローが効いてる。そして、こ
コンボをミスったことに対する山さんのコメントがミスってんじゃねえよそこコンボミスるとか相手を舐めてるんですか。そうコマミスとかコマミスとか恥ずかしくないの。すいませんでした。さあ次の試合は次の試合はこちら、X 勢さん、 X 勢さんとつぶなめさん、これが1回戦最後の試合になります。ちなみに今の、 あの発言の一番面白いところはコマミスなんて恥ずかしくないのかって言ってる山さんもコマミスで有名な人だっていう。あそこがちゃんとオチとして機能しているのが非常にレベルが高い。さあそれでは、ベガ様の強力的な飛び込み大キックにより、障害物も割れたところで、始めていただきましょう。キャラクターを先に決めるのは、どちらでしょうか。そうですね、つぶなめさんですね。 1P 側つぶなめさん、2P 側 X 勢さん。さあ X 勢としてのこの名前登録名に気合を感じます。さあ青ハチマキ X 勢さん、さあ赤いハチマキがつぶなめさん。さあ波動拳から始まった、上から打ち下ろしてくる。さあこの距離なら竜巻が飛ばない。波動拳を出していく、波動拳、波動拳、おーっとまだ当たり判定があった。波動拳、波動拳、波動拳、波動拳。さあワープを狙っていくか竜巻を狙っていくか、つぶなめさんが追い詰められている。次から次へと拳の形をした気弾が飛んでくる。さあラウンド2、ワンピーガーのつぶなめさん歩いて接近していくか、そこに X 勢さんの昇竜拳が待っていた。さあ投げていく、つぶなめさんの置き攻め、一旦離れて空中に。さあ竜巻旋風脚、着地の着地を狙ったところを狙っていく。さあ波動拳、波動拳、さあどうなる、これは苦しい。ピオリに入れて大きい攻め、おーっと大竜巻まだワンチャンあるぞ。大足で払った X 勢さん勝利、 X 勢さん勝利です。さあ、これで1回戦が、全て終了ですね、1回戦が全て終了しました。A ブロックに戻りまして、チャボさんと CEF さんお願いします。チャボさんと CEF さんお願いします。でこれが終わったら S 様さん、 S 様さん、僕と試合ですのでお願いします。それでは、行きたいと思います。 1P 側に座っているのが CEF さん、 2P 側にはチャボさん、着席しています。さあそれでは始めていただきましょう。 2P 側のチャボさんがバイソンを選んだ、 1P 側の CEF さんはどうするか。ガイル、さあここはしかしこれは開幕の読み合いは結構面白いんじゃないでしょうか。さあ終わった。さあまずダッシュストレートと波動拳で前に出る、ピオリを取っていった、しゃがみ合った。さあ中距離戦、中距離戦になるとソニックが生きてくる。さあレンガだ、おーっとまだチャンスはある。すごい勢いで拳が飛んできた。しかし接近戦で大ストレートガードさせるとめり込んでしまう。目の前にはソニックカーペット。さあラウンド2。さあまずは開幕の読み合い。相手が前に出ると見て足払いを張っていった。そして処理落ちが発生している。起き上がるが、ノーフューチャー。いやしかしまだある。接近戦に持っていくが、足払いで勝ったのは CEF ガイル。さあということで CEF さんが勝利で、次は、僕と、
エソマさんお願いします。じゃあ実況。はい、すいません。じゃあ大阪くん、試合なんで私自演の人が、実況のマイクを握らせてもらいます。キャラかぶせ、キャラかぶせ、失礼しました。あの先決めどっち。はい、じゃあ大阪くん先決めで。さすが、さすがバイソン将軍、仕事が早いですね。あれ、さあここでグッドリースルーですね。あ、オッケーですね。さあ大阪は安心と信頼のリオですね。あ、黒道着、あ、白道着になった。さあここで、さあS様は、リオで同キャラで勝負を仕掛けてきました。さあまず竜巻を当てたのは S 様の方、小足をこすってこすってから何もなし。さあこの距離、あ、立ち側、立ち側しちゃうと食らうよりも減るんです、これ。はい、これ豆な。そうですね、そう、食らった方が安い。さあ竜巻先輩でこうヒットさせた。なぜかダイヤ、大パンチ、これは隙だらけですね。さあまず1本先取したのは角換を決めた大阪。さあラウンド2、ファイト。さあ、おっと、何も攻撃ない。さあ白昇龍で音がめなし。そこの位置の波動拳は結構危ないですね。白波動拳見てから普通に竜巻きますよ、これ。勝利で先端ヒット、先っちょ砲。さあ先っちょ砲というとなんかすごくシューティングっぽいですね。おっと竜巻、これ誰の、おっと、あの相手先方さんですでしたね。さあこれ波動拳打って竜巻旋風脚、すらそうですね。小足こすってこすってダイヤシーキャンセル、波動拳竜巻、あっとちょっと遅かったか、大パンチだ。さあ立ちがしたのみ。はい、じゃあ、重ね重ね、解説しますと、このゲームですね、大竜巻は立ちがして全部食らった、立ちがすると、あの前段ガードすると5割減ります。食らった方が安いです。皆さん見たらしゃがみましょうね。はい、じゃあ大阪くんマイクお願いします。確かみーちゃんに聞いたところ、最後の一発だけガードすると投げかくなるんですよ。だから最後の一発だけ立ちガードするっていうテクニックをぜひ磨いていきましょう。できるのかな。さあそれでは次の試合です。ムール佐藤さん、それアダさん、アダさんです。はい、そうですね、ガードすると5割ですね。あと剣の大竜巻は食らうと8割ですよね。仮面つけてるバルログってちゃんと指定するのがいいですね。どっちのバルログか分かんないですもんね。そうですよね、あの拳に血がついちゃうほどバルログじゃないですからね。日本で言うとバイソンですからね。おっと、クレジットがない、クレジットが9つしか入らないという不具合。早く AE で修正してください。さあクレジットが入りましたので始めていただきましょう。さあ、ワンピー側、ガイル対する2ピガニ、ペガ。さあ、始まった、開幕。さあ、開幕はやはり、飛び道具と打撃を一緒に出せるバルミューリでしょうか。しかし、サマーで、着地を払っていた。おっと、処理落ち、処理落ちが厳しいぞ。その間に接近を試みたい。いや、しかし、これもタメが完成していなかったか。ここで、あーっと、リュウが爪を飛ばしながら。おっと、竜巻をしゃがんでかわして、サーバー袖払っていった。あれも着地モーションに入ろうとする段階でもう一回無敵になりますんで、あそこでサーバー決めるのはすごい難しいテクニック。さあここでソニック、ソニック、おっと本題になった、ブラックになった。ソニック、ソニック、ソニック、ここは安定させていきたい。ヒット、おっと、あえて食らうことで処理落ちを発生させそうか。さあ空中に緑色の男、地上にも緑色の男。勝ったのは緑色の男。ありがとうございました。ムール佐藤さんですよね、勝利者。ムール佐藤さん勝利です。
続きまして、B ブロックの試合、クロスさんとみーちゃん。あーこの組み合わせも面白い。はい、今ユーストリーム前とほとんど変わらない組み合わせ。はい、今ユーストリーム国内配信現在2位です。イエーイ。1位まであと400人、遠いな。さあ変えとけよかったね。じゃあここは先に出さなきゃいけない方宣言してください。さあクロスさんはもう竜固定。そうですね、とりあえず 2P 側がしちゃってください。さあこんな配信をみんなが見ているなんて平和な国だな。いいことだと思うよね。いいことだと思うよ。さあみーちゃんは 2P 側でバルログですね、そして 1P 側のクロスさんはリュウト。2つ目、さああえて練習とかせて普通に投げていく。最後いらねえなあれ。さあそれでは行きましょう。クロスさんが乱入して竜を選んだところから、B ブロックの方2回戦、始めていきたいと思います。さあ竜対バルログ。竜はもちろん大竜巻を使いながらバルログの狙いを外していきたい。さあ大昇竜から投げていく。波動拳接近戦に持ち込む。さあ 2D 格ゲーの経験値はクロスさんの方が大きい。一方のみーちゃん 3D 格ゲー勢らしい独特のレインボー立ち回りを見せるか。さあワープからの投げ。波動拳一瞬待って壊し、そして投げていく。 2D 格ゲーの感覚そしてレインボーらしい新しい立ち回り両方が入っている。大勝利素晴らしいドラゴンダンス。そして波動と竜巻で挟み撃ち。あーっとどっちが竜なんだ。あ波動拳1。さあこれ左がクロスさん、あ違う左がみーちゃん、右、あ左が右がどっちかがみーちゃん。さあ多分みーちゃんであろう人が今波動を打った。あでもこっちも波動を打ってる。龍が勝ちますねこの試合。やったやー、あ勝ったのがクロスさん。クロスさん勝利です。